丸山ゴンザレスの裏社会ジャーニーです。本日も皆さんと一緒に社会の裏側について勉強していきたいと思います。今日は公開収録でございます。はい。ということで、高円寺パンディットで、初ゲストですね、公開収録で。初ゲスト、室橋さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。まず、室橋さん何者なのか、自己紹介をお願いいたします。はい、自己紹介ですか？はい。一応、なんか世間的にはライターとかジャーナリストとか。で、まあ、もともと、タイに10年ぐらい向こうにいたんですけれど、はい、まあ、その時、丸山さんと初めて会ったんですよね、はい、確かね。そうです。でもあれも。だから僕が帰ってくる直前。そうそう。帰ってきた時の日本での歓迎会を僕が、そうそう、なぜかね。そう、やりました。はい。はい、本人の口だと言いづらいかもしれませんが、G ダイアリーという雑誌の編集さんです。長くやってて、でも、ライターとしてのキャリアも今やもう、どんぐらいですか？もう9年になります。9年。はい、9年になるんだ。なっちゃいました。はい。実は室橋さん、僕の旅ライフにも多分なる影響を与えてくれてまして、ライター編集者やってるんですけども、その中の代表作、G ダイアリーの編集部にいたのもそうですけど、バックパッカーズ読本という、バックパッカーにとってはもう、バイブルになってる本の、企画立案最初から書いてるというか。そうですね。全部やってる。あれが98年に一番初め作ったんですけれど、その時、僕が、あれが僕のデビュー作だったんですね、各社としてね。それを丸山さんも読んでくれていたっていうのがね、不思議な縁なんですけれどね。はい。で、しかもですよ、地球の歩き方の、いくつかの国では、ライター、そういうか、それもね、勤めてます。だからもう、旅の界隈ではもうトップランカーだと僕は思ってますけど。バックパッカーの生き残りとしては、なんとなく生き残ってる方なんでしょうね、きっとね。で、特に今だと、アジア地域がメインですよね。アジアしか知らないので、アジアばっかり、うろうろしてます。アジアしか知らないって言い方が。いや、でもそういうちょっとね、ネガティブなところがあるんですよね。はい。そうですね。だいぶネガティブですけど。でもそんな室橋さんですけれども、この度ですね、こちらの、北関東の異世界エスニック国道3号、354号線、絶品飯とリアル日本という本をちょっと発出版されまして。はい、ありがとうございます。日本帰ってきてからは、逆に日本の中のアジアを取材して書くことがすごく多くて、この国内の外国人関連、移民物で、これで、3冊目になるのかな、確か。そうですね。もう、日本の外国人コミュニティといえば、室橋さんみたいな感じになって、行政とかからもね、なんかいろいろ打診あったりとか、いろんな方向から、出演オファー含めてありますよね、今ね。そうですね。なんかね、ありがたくね、いろんな話いただいて、やってますね。はい。でも、本当にアジアだけ、海外のそういうとこだけじゃなくて、日本のなんかアジア人コミュニティと外国人コミュニティそういうの入ってってるのはやっぱり室橋さんらしいなと思いましたね。やっぱ面白いんですよね。アジアそのままの空気が、僕今、新大久保っていうところに住んでるんですけれど、あそこはもう外国人がだいたい 30%、40% ぐらいが暮らしてるんですけれど、その中に入っていくと、やはり、住み慣れたアジアの空気、旅慣れたアジアの空気がそこにあるので、やっぱり気楽で落ち着くというか。そうですよね。あそこ、まだ、あたりですか？韓国の刺身屋の。いや、ですね、あそこから800メートルぐらい西に動きました。そうなんですか。じゃあもっとより田舎の方に。田舎というか、新大久保から大久保に引っ越したんですよ。はい。相変わらず、界隈をうろうろしてるんですけれど。でもなんか韓国人街からエスニックタウンに近寄ったっていう。そうです。もうさすがにね、コロナ明けて、韓国の方がもう、あまりに人混みが凄まじくて、もうちょっと、土日、例えば今日なんかおそらくもはや歩道歩けない状態なんですよ。そうですね。で、あまりの混雑でもう住民は車道を歩くような状態になってるので、ちょっともう耐えられないなっていうのもあったし、さすがに僕よく引っ越すたちなんで飽きてきたので、ちょっと大久保の方に引っ越しました。今エスニックタウンっていう名前出しましたけど、今回のその本のタイトルにもエスニック国道入れてますけど、やっぱりその外国人が集まるそういう場所っていうのは、今までだとどうしても新大久保のイメージだったですが、国道354号線っていうのは、そんなにいっぱい集まってる？そうなんですよ。354号線って、群馬県の高崎から、茨城県の鉾田まで約200キロぐらいあるんですけれど、北関東ですよ。群馬県、栃木県、茨城県ですよ。基本的に、ど田舎で誰も興味ないようなとこなんですけれど、下手したら新大久保以上にディープで、めちゃめちゃ外国人います。もう北関東のやっぱり東京を超えるダイバーシティがもしかしたらあるかもしれないですね。丸山さん行ったらね、めちゃくちゃ面白いと思います。あ、本当ですか。うん、ちょこちょこは行くんですけど、やっぱ点でしか行ったことなかったんですよ。これを読んで、ここでこう繋がってるのっていうのが正直なところでした。何箇所か行ったことあって、でもやっぱりこう、そういうふうに繋がってるとは思ってなかったんですよ。最初から繋がってるって仮説があったんですか？いや、初めはやっぱり北関東をピンポイントであちこちこう、爆撃するようにパトロールしたわけですよ。で、やっぱりある人にこう言われて、全部結構3号4沿いが多いよねっていうことを言われて、あ、確かに気づい、言われてみればそうだなと思ったんですね。例えば、群馬県の大泉とか太田市、まあ、ブラジルタウンとしてめちゃくちゃ有名ですよね。これも354号線沿線。でそこからちょっと東に、西に行った伊勢崎あたりはペルー人が多いとか、あとはもうちょっと東に行った館林のあたりに行くところ、ロヒンギャ難民がたくさん暮らしてるんですね。ちょっとそのまんま、こう、354、どういう、エスニックタウンがあるのか、全部ちょっと行って、覚えてる限り行ってもらっていいですか？あ、そうですか。じゃあ、まあ僕は西から東に旅をしてたんですよ。はい。一番西は、この本に出てくる中では、まあ伊勢崎市、ペルー人がたくさんいたりするし、まあ多国籍タウンになってますよね。でもなんで多いかと言ったらやっぱり工場があるからで、そこで働く労働者がたくさんいたからだと。はい。で、次に、大泉になりますね。これはもう大泉90年代から、まあブラジルタウンとしてサンバの街なんて呼ばれてたりもして、めちゃめちゃ有名ですけれど、加えて今はその技能実習生がすごく増えていて、ベトナム人とか、カンボジア人もすごく増えているし、多国籍化してるんですよね。で、この前も行ったんですよ。先週も行ったんですけれど、カンボジアの大きなスーパーもできてましたね。なかなかない、都内でカンボジアのスーパーなかなかないですからね。で、さらにね、東に行くと、今度は、館林という町では、ロヒンギャ難民がだいたい300人、280人くらいかな、暮らしているんですけれど、まあ、他にはミャンマー人とかパキスタン人とかもたくさんいて、学校なんかも相当多国籍化してますよね。で、さらに、今度は栃木県の小山市の方に行くと、今度はパキスタン人がたくさんいるんですよ。これはまあ、中古車売買の人たちがたくさんいるんですね。で、さらに今度茨城県に入って古賀野っていうところに行くと、古賀ですね。古い川って書くんですけれど、この古賀も多民族タウンでやっぱりパキスタン、バングラデシュ、タイ、いろんな国の人たちがいます。で、さらにこう、坂東市に入るとタイ人コミュニティがあり、今度は上層に入ると、上層が相当ね、多民族化してるんですよ。イスラム教のシーア派のモスクがあるとか、スンニ派じゃないんですよ。シーア派なんですね。今ね、結構モスクたくさんあちこちに増えてるんですけれど、大体スンニ派なんですよ。でもシーア派のモスクって珍しい。珍しいですね。すごく珍しいんです。しかも、パキスタン人のシーア派がやってるんですよ。普通イラン人じゃないですか。そうですね。ところがパキスタン人のシーア派がやってる人たちでモスクがあったりとか、あとは外国人がたくさん通う夜間中学があったりだとか、で、さらに、土浦の方に行くと、まあ、昔ながらのタイ人コミュニティ、まあ、もともとタイのスナックがたくさんあった街なんですけれど、その辺は僕行ってましたね。あ、行きました。まあ残骸みたいな感じで今のスナックがいくつか残ってるんですけれど、昔はタイのね、夜のお店がもうたくさんあったっていうところで、さらに、今度は土浦から鉾田の方に行くと、ベトナム人とかインドネシア人が多いんですよね。ここはみんな農業で働く技能実習生の街になってますよね。北関東、こんな感じで、多民族、多宗教、多国籍な人たちが点在して暮らしていて、相当面白い場所になってるんですよね。これ、どんぐらいかけて回ったんですか？北関東面白いなと思って、回り始めたのが、まあ、3、4年ぐらい前からですかね。で、実際にこの本の企画が通って、取材を進めて、まあ、書いたり取材したりっていうのは、まあ、約1年ですね。なんかでも本当にあちこち行ってるから、室橋さんのツイッター見てると、これ本当いつもなんか外国人が行ってんなーっていうイメージでしたね。そうですね。毎週末、去年はもう毎週末ほとんど北関東行ってたんじゃないかなっていうぐらいですね。その前とか北海道とか全国の回ろうとしてたじゃないですか。そういう中でも北関東が濃い感じはすごいあった。北関東濃密ですよ。なんていうのかな、日本のこう、移民社会の最前線みたいな感じはちょっとするんですよね。例えば北関東もやっぱり人がどんどん減っていくわけですよ。おじいちゃんおばあちゃんしかいなくて。で、テナントなんかもね、どんどん撤退していくわけですよね。そこに新しく入ってくるのがこう、移民の店みたいな感じだったり。で、錆びついたもうボロボロのシャッター街みたいなところがいっぱいあるんですけれど、その中でかろうじて店を開いているのが移民のこうハラルショップとか、ベトナムのレストランだったりするわけですよね。ああいうのを見てみるとね、こう日本中ああなっちゃうんじゃないかなという気もしていて、どこかやっぱり日本の未来を見るような、そういう感じはちょっとしてましたよね。実際こう回ってみて、こういうふうに回ってみる人っていないじゃないですか。で実際回った時に、はい、エリアによって、民族や国が違ってるけど、連携っていうのはあるったりするんですか、はい、その町同士で。エスニックタウン同士でこことここは繋がってて、一応その移民が多い町の共同会議みたいなのはあるはあるんです。全国的なものなんですけどね。はい、でも北関東で何かっていうのはあんまりないですよね。結構ね、自治体の方も外国人がこれだけ増えているから、例えば日本語学校を作んなきゃいかんなとか、日本教室か、作んなきゃいかんなとか、いろいろ取り組みはしてたりするんですよね。だからどの自治体にもこう多文化共生化みたいな課はあったりするんですけれど、彼らは彼らでいろいろ頑張ってはいると思うんだけども、結局民間頼みになっているところはありますよね。圧力とか生まれてないですか、地域住民との。それはもうどこでもありますよ。もうあちこちであります。新大久保でもそうですしね。それはもうあちこちで。新大久保はむしろ飲み込んじゃったって感じがありますよね。だからもともとほら商店街との、交流会みたいなのがあって、村尾さんもちょっと入ってたじゃないですか。はいはいはい。そうそう。新大久保の場合はね、商店街の中にもはや外国人も一緒に入って、いろいろやってるんですけれど、新大久保の場合はもう外国人嫌だよみたいな人は、あらかた出ていった後というふうに言われてますよね。今じゃあまさにそういう圧力というか調整というかそういうものが北関東では起きながらも拡大している感じ、そうですね。もともとね、圧力が一番大変だったのが大泉なんですよ。というのも受け入れが早かったから、90年代から外国人がブラジル人を受け入れ始めてき、たので、90年代やっぱりね、ブラジル人と日本人の間で相当な圧力はあったんだけど、そこをもう一旦大泉はこうある程度乗り越えてきた後なんですよ。他の町はどんどんこれから増えてきてるので、これからいろんな摩擦だったり、圧力だったりが生まれてくる。実際見て回った感じ、どうですかね、宗教的なものっていうのは関係してます。イスラム教なのか、キリスト教なのか、仏教なのか、宗教施設が、つまり移民の人たちにとって大事なわけで、それじゃ出来上がるじゃないですか、その町に。モスクができると、ちょっと、文化的に遠すぎるとか、タイだと寺院ができるから、日本の仏教寺院とは違うとか、それで街の中でモニュメントとして目立っちゃってどうこうみたいな、そういう宗教施設を中心にした圧力とか、そういうのも生まれたりとかはするんですか？例えばタイあたりだと、タイ人って、皆さんご存知の方もいると思うんですけれど、結構日本人に馴染みやすい人たちだと思うんですよね。あの人たちも日本社会のことをよく見てるから、僕が取材した中で印象的だったのは、タイのお寺で、お寺ができるから、もう本当茨城のね、笠間市っていう農村なんですよ。その農村の中にいきなりこうお寺がボンとできたら、やっぱり当然周りの人はなんじゃと思うわけですよ。だからその前にちゃんと、周辺の人たちに挨拶をして回って、今度こんなお寺ができるんですいません、よろしくお願いしますと。で、お寺で、何か仏教のね、こうイベントとかやるときには地域の住民をこう呼んで、一緒にやりましょうというようなことをやってるんですよ。で、この前ね、千葉のカンボジアのお祭り行ってきたんで、民家を借りてやったんだけども、その時もやっぱり周辺の住民に声をかけて、お祭りやるんで来てくださいと。で、周辺の周りの日本人も来てたりして、そういうところもあります。で、うまくやってるところもあるんだけれども、やはりモスク、イスラム教となると、抵抗感のある人もやっぱりいるんだろうとは思いますよね。スニハシヤ派とか、そんな説明してもしょうがないぐらい、イスラム教って一括りにしちゃうし。そうなんですよね。で、周辺住民の人たちもあまり近寄らないっていう人たちもいるにはいますしね。でも行くとね、受け入れてくれるんですけどね。結構楽しいんですけどね。ウェルカムで、できるだけやっぱり日本人にも来てほしいし、知ってほしいというふうに思ってはいるんですけどね。モスクなんかは公安の監視対象になってますよね、完全にね。どんな田舎でもね。公安の人がチェックしてるんですか？してますよ。あとね、僕なんかよくあるんですけれど、在日外国人が、例えばね、ミャンマー人が軍事政権で弾圧されて、大変なわけですよ。日本に逃げていく人もたくさんいるんだけども、時々、デモなんかを起こしたりするわけですよ。日本国内でもね。タイ人も反王政デモみたいなのを日本人に知ってほしいということで、やったりしたりするんですよ。あと例えば、うん、イスラム教の断食明けのお祭りなんかも時々モスクなんかでやってるんだけども、はい、大抵公安いますよ、うん、僕ね何回か公安に職務質問されたし、うん、すいません取材の方ですかって言われて公安と名刺交換したことあるぐらい。そろそろあれじゃないですか、公安に入れてもらった方がいいんじゃないですか。どうなんでしょうね。だってやること一緒じゃないですか。公安の名刺を見てこれ偽名なのかどうなのかちょっと悩んで電話番号かけたら携帯の番号と書いてあるんで、でも書いたらどうなのかなと思って、うん、いや、普通に出てくれるんじゃないですか。大丈夫だと思いますよ。うん、あ、どうぞ。自分は大塚に住む、会社があって通ってるんですけども、大塚にもモスクがあって、で、もう結構十何年前かな、公安から、極秘資料が流出した事件がありまして、で、その中でも実際に大塚のモスクの、方たちを監視していて、で、住所とか電話番号とか、家族構成まで載ってるのが流出して、やっぱ結構大騒動になってたっていうのもあるんで、あれがね、資料僕も拝見したんですけれど、面白くて、どこそこに住んでいるムハンマド何がしは、どこそこのモスクに行ったみたいな、監視記録が延々と書かれてるんですね。で、モスクに行ったと、あいつは。その後に食材店に行き、なんとかを買ったと。それで、その後に妻子と出会い、うちに帰ったみたいなこと書いてあるんですよ。それがさぞ、まるでテロ行為かのように書いてあるんですね。あ、これ普通にお祈りに行って、食事して、買い物して、うちに帰っただけなんだけど、これ何が問題なのみたいな、そういう記録が延々と書かれていて、うん、丸日丸日丸日みたいな書いてあるんですね。ただ、その何万件、何千件に1件ぐらい、本当に可能性として存在することがあるので、うん、っていうことですよね、やっぱり、法案としてはね。あとは、おそらく、うん、今までの赤軍派とか、なんだとかがいなくなったので、新しい予算対象が必要ということはあるんでしょうね。以前にこっちのチャンネルにも出てもらった公安の人に、ちょっとオフトークで聞いたんですけど、実際にそういうテロリストが紛れ込んでることも本当にはあるそうなんです。で、事前に、ニュースになってないってことは、事前にそれやって捕まえたことがあるんで、全く無駄ではないのかもしれないけど、大半の人にとっては余計なお世話なんですよね。だって、室橋さんも下手して監視対象になってるかもしれない。その可能性はあると思いますよ。はい。なんか、デートしてるところが全部つけられてるんですよ。路上でチューしたとか書かれてるんですよ、多分。いや、それは多分、記憶にないんで大丈夫です。でも、そうやって、地元の人の軋轢だったりとか、そういうのを乗り越えていったりもするところもあるけれど、逆にこの本の中の話で、僕は印象的だったのは、なんか、室橋さんの謎解きの、あれですね、ここの表紙にもなってる、亀仙人街の謎を解いてるじゃないですか。そうですね。亀仙人街はね、ちょっと、面白い場所ですよ。これね、ちょっと、ここでは、まあ、本で見てください。本当ここに、亀仙人街っていうのがあるんですよ。これね、2階建てのテナントなんですね。雑居テナントみたいな感じで、で、ちょっとした体育館ぐらいの大きさなんですけれど、2階建てで入っているのが、フィリピンの食材店、フィリピンのバー、タイのマッサージ、自動車関連の仕事をしている社長が土地を持ってるんですけれど、もうこれテナントやったら儲かんべえって言って、バブル時代に建てたわけですよね。その時に、自分の先祖の名前から亀を一文字もらって、うん、で、鶴は千人、亀は、あれ鶴は千年、亀は万年か。で、縁起がいいので亀をつけようと。うん要は亀と縁起の良い線を組み合わせたと。初めは亀線だったんですね。それで語呂が悪いっていうので、人外をつけようみたいな。亀線人外に。アジアだとね、何々人外つけるじゃないですかね。という話だったんですけれど、ただ、なぜ亀線人外かというのは、長い間、茨城県七不思議の一つだったらしい。そうですね。はい。茨城に七不思議とか入れると、大体これで引っかかってくるんですよ。で謎は解けてなかったんです、ずっと。まさか室橋さんが解くと思わなかった。僕は、そうです。茨城の文化史にちょっと貢献をしたと思うんですけど、残り6つの謎がわからないっていうのも謎ではあるんですよね。これ調べたけどあんまわからなかったです。僕は昔のライター仕事の時に、地域本のライターとかしてたんですけど、それの時にやっぱこういうの出てきましたんで。あ、そうですか。はい。だから各都市の七不思議とか、検索とかしてて、でもこれは常連の一つですよ、本当に。そうですね。亀仙人街、なぜ亀仙人街なのかっていう、そしてなぜあんなに、多民族化してしまったのかみたいなのがね、ちょっと面白いんですけれど。いいですよね。だからそういう意味では、ピンポイントでこの街を知っている人っていうのがいても、こうつなげてみるってことがなかったから、非常に興味深かったです。この、まあ、裏社会ジャーニーですから、一応裏社会っぽい話も多少させてもらうと、特に今回のこの本の中で出てくるベトナム人の、まあ、不良ですね、不良カルチャー、そこにもちょっと、迫ってるじゃないですか。何でしたっけ、兵士のこと。ボドイの取材というか、話出てくるじゃないですか。あのあたりもちょっとお聞きしたいですけども。北関東どこでも多いんですけれど、まあほとんどがね、逃げてきた技能実習生だったり、あるいはもう、初めからに、まあ劣悪な環境から逃げて仕方なくっていう人もいればいるんですけれど、あるいはもう初めから逃げることを想定して国から来ている人もたくさんいるわけですよね。まあそれとまあ留学生崩れみたいなのもいますし、まあいろんな人たちがいます。故意にね、どうしても仕方なく悪事に走る人もいれば、そうでない連中もたくさんいるんだけども、彼らがやっぱり集まってるのは、群馬だったり、茨城だったりするんですよね。まあなんでかって言ったら、彼らでも働ける職場があるからっていうことなんですよね。もう技能実習生という資格もなくしているから、つまり、立場としてはもうあやふやなわけですよ。滞在期限も切れてたり、不法就労、オーバーステイっていうこともあるんだけども、それでも雇う日本人がたくさんいるのが北関東ということですね。はい、農業も工業もね、人手が足りてないっていう現状ありますからね。そうなんです。不法就労者の場合だと、便利な使い方ができるんですよ。例えば、収穫期にこの2ヶ月だけいてほしいとか、で、収穫終わったらもう雇いたくないとかね、そういう、ある種フレキシブルな使い方ができる。で、その間不法就労者は、不法就労で見つかったらやばいし、お金も稼ぎたいので、一生懸命働くそうなんですよ。真面目なんですね、基本的にね。だから結構重宝されてるんですよ。真面目でフレキシブルな使い方できちゃうから、じゃあまあ不法でいっか、みたいな感じになっちゃうんですよね。結構ね、まあこういうことね、あんまりこう、YouTube で言ってるのかわからないんですけど、結構カジュアルな存在になっちゃってるんですよ。もうね、不法就労の人たちが、ちゃんとした身分を持っている技能実習生と一緒に働いて、一緒の仕事をしていたりとか、同じうちに住み込みで働いていたりとか、そういう人たちを取りまとめているような存在っていうのはいるんですか？いわゆるギャングの元締めに当たるような感じの。そう、なんかね、大きい元締めの元締めみたいな人たちは、いないように感じるんですよね。なんか緩やかな仲間同士があるにはあると思うんだけども、巨大組織、大きな組織だって言えばいないように思うんですよね。実際確か豚パクってた連中も小グループでしたよね。そうなんですよね。ニュースで覚えてますか？豚小屋からすごい手際の良さで、ちゃ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 っとこう、あれ、本当に手慣れてましたよね、動き。まあ、やっぱりね、田舎から出てきたベトナム人が多いのでね、農作業に慣れてるんですよね。まあ、あれも早くは言われてましたけどね、そういうね。でも、じゃあ、グループが形成されてるわけじゃなくて。ないとは思います。実際、ただ、その中で、ギャング化して、そういう犯罪に走る人たちもいるじゃないですか。そうですね。よく聞くのは、やっぱり一番おそらく多いのが万引きとその転売ですよね。ネットで売ったりだとか、中には、ベトナムのお店の中でも、盗品を買い取ってるね。盗品購買なんかもっていう話も聞きますしね。今、まあ、新宿だけじゃないんですけど、ベトナム人向けのベトナムキャバクラみたいな、今でもないか数年前からあるじゃないですか。ベトナム人の女の子が働いて、そこにお客さんもベトナム人で来るっていう。あれはそういう人たちっていうか、お金を持っているベトナム人を相手に最初からも商売するつもりのお店って感じです。もうベトナムの中だけで完結した、ベトナム人コミュニティの中で完結しているものはいくつもありますよね。ああいうお店の中にはベトナム人以外入れない、日本人だけだと入らせてくれないところもあるって聞きますよね。そうですね。入りたかったらベトナム人の女の子なり、誰かしらと一緒に行かないとダメっていうところも結構ありますよね。だからなんかこういう、ね、何年か前だったら室橋さんも外国人のキャバクラとか入って話してたり、細かく取材してたじゃないですか。そうですね。タイ人キャバクラ行くとものすごい勢いでこう、タイ語喋れるんで、すっごい勢いで嫁勧められるっていうのを目の当たりにしました。まあ、それはね、まあ今でも同じです。そうですね。でもそうやってこう数年かけて取材してるじゃないですか。この3年、4年の間でもやっぱ大きく変わってます。特に制度も変わってきたじゃないですか。まあ、コロナがやっぱり一番大きいんじゃないですかね。コロナによって、外国人が新しく入れなかった時期が長いので、国内にいる外国人労働者をどううまく活用するかみたいな流れがあったわけですよ。でそうすると、つまり不法就労者でもまあいいかのになってしまうわけなんですよね。でも今回ね、コロナがまあ落ち着いて入国制限が解けたわけですよ。はい、そうすると正規との技能実習生がたくさん入ってくるようになるわけですね。そうすると今まで、適当に使ってた不法就労者とか、偽の難民申請者とか、不法な労働力は果たしてどこに行くんだろうと、これが不安ですよね。あともう一個あるのは、さっき組織だってないって言ってましたけど、どこかで一人そういう裏のカリスマみたいなの出てきたりとか、まあ、今、もやっと小規模にやってるところをまずまとめようとする存在って絶対出てくるでしょうから、まあ、よく言われたじゃないですか、ベトナム人相手にしか犯罪をしないっていう、だからそうしてる限り、日本の警察はうるさく言ってこない。でまあ今もその傾向若干続いてるけれども、ね、もしそれが外に出始めたとき、もうちょっとこう議論の対象というか、社会問題にもなるだろうし、そうですね、アメリカなんかではやはりベトナムのマフィアは結構力を伸ばしていて問題になってるっていうふうにね、皆さん、ベトナム考えてみてください。アメリカにも中国にも負けてないんですよ、あの国。そうなんですよ。それはめちゃくちゃ本人たちのプライドにもあるんですよね。だから、笑顔で接してるけど、腹の中ではこの野郎って思ってたりとかするのがベトナム人だみたいなことを言われたことはあります。やはりその良くも悪くもエネルギッシュだし優秀なんですよ。そうなんですよね。だから日本人はどこか彼らのことを低賃金の奴隷というふうに思ってるかもしれないけれど、そうじゃない。彼らはやっぱり彼らなりにものすごい考えてるし、成長とかお金とかへの渇望、あれがものすごいんですよ。それ多分僕らが理解できないんだけども、そのものすごいエネルギーを持っている優秀な人たちであるってことを日本人は忘れすぎてる。そうですね。同じことをナイジェリアから来る連中からも感じますね。あいつらもめっちゃ大体日本でやってる犯罪走るようなやつだったらもう大体大学できてますからね、みんな。すっごい優秀だったりするんですよね。特にその、室橋さんなんかなんていうかな、アジアでのんびり沈没組じゃないですか。まあそうでしたね。そう、だから全く真逆にいるじゃないですか。本当に沈没生活が長かったんですよ、この人。まあまあ、そういう時期もありましたね。あまり言わないでくださいね。わかりました。はい、そうですね。はい。でもそういう感じで、まあ、北関東の、この354、ね、国土354を見ることで、日本のちょっと近未来というか、少し先のが見える感じはありますね。そうですね。あとね、結局、まあ、外国人をこう、適度くこう、こき使ったりとか、都合のいい労働力として扱うような職場はやっぱ結構あるんだけども、そういうところって共通してるのは日本人に対してもすごくきつく当たるってことなんですね。結局日本人に対してもブラック企業なんですよ。そういうところは外国人に対してもひどい。で、日本人にとって居心地の良い職場というのは外国人も当たり前なんだけども、まあ普通に平等に扱うと。札幌にね、そういうことを考えてる社長さんがいて、こいつら帰った後、日本のことをどう思うか。だから、絶対良くした方がいいだろうっていうので支援して、いい感じで技術とか全部、身につけつつ、日本人と家族になってもらうつもりでっていう、そういう、いいことをやろうとしてる社長さんももちろんいるんですよ。だからこういう話してると、なんていうか、どうしてもきついブラックなところばかり出るけど、もちろんそういうところもあるから、日本好きだよって言ってくれる人たちももちろんいます。で、僕が例えばその、取材でいろんな国行って、意外なところで、日本で働いてた人あったりするんですけど、だからそういう人たち声かけてくるのは、日本でいい思い出がある人は声かけてくれますから、バングラデシュで朝飯レストランで食おうと思って、卵の焼き方を注文しようと思って、英語で言おうとしたら、あ、大丈夫です。日本語わかりますよ。とか言って、そうなんですか。あ、私、西新宿の大ガードの先にある、博多どんたくで長くキッチンやってたんで、とか言って、めちゃめちゃ悠長な感じで話されたりとか、だからどこでどういう形でね、すり合うかわかんないんで。そうですね。イランとかね、めちゃめちゃ多いですよね。イラン旅してるとね、普通に日本語で話しかけられてしますね。昔、群馬の工場にいたんだよね、俺は、みたいな人が結構いますからね。なんかね、そういうふうに、この本見るといろんな場所、具体的に書いてあるんで、ぜひね、ちょっと手に取っていただければと思います。こちらの室橋さんの、もう一回言いますけど、北関東の異世界エスニック国道354号線、絶品飯とリアル日本をベースにお届けいたしました。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。丸山ゴンザレスです。現在 DMM オンラインサロンで丸山ゴンザレスクラブやっております。そちらではですね、我々の仲間を募集してますんで、皆さんぜひご参加ください。YouTube では流せない裏ビデオだったりとか、それから、新しいアイテムの企画だったりとか、それから交流する、生配信、それからオフラインイベントなんかもいろいろ企画しておりますんで、ふるってご参加ください。